ちゃんに絶対にあげてはいけない食べ物。こんにちは、ゆるふわチャンネルのいのりちゃんですぞ。赤ちゃんは消化吸収と咀嚼、この2つの機能の発達が未熟なために食べられないものがあります。またアレルギー反応が出やすいのも、中毒を起こす恐れがあるものもあります。今日はどんなものが NG なのかをご紹介します。蜂蜜。最近ニュースでも話題になった蜂蜜。蜂蜜にはボツリヌス菌が含まれている場合があります。腸が未熟な赤ちゃんはボツリヌス菌を吸収してしまい、中毒を起こす恐れがあります。満1歳までは与えないようにしましょう。お魚。サバ、サンマなどの青魚は EPA や DHA などの脂肪酸が豊富に含まれている優良食品ですが、アレルギーが心配なので完了食以降から新鮮なものを十分に加熱して食べさせましょう。マグロの赤身は加熱すれば中期から OK ですが、パサパサとした食感で食べづらいかも。歯茎で噛めるようになる後期からがおすすめです。中トロや大トロは油分が多いため離乳食期は避けてください。またお刺身は消化が悪く食中毒も心配なので、離乳食期は食べさせられません。貝類、エビ、イカ、カニ。牡蠣は柔らかいのでよく火を通せば後期から OK です。その他の貝類は消化が悪いため1歳以降にしましょう。アサリやハマグリなどの二枚貝はノロウイルスによる食中毒の心配があるので、新鮮なものを十分に加熱してから食べさせます。エビ、イカ、カニは消化が悪くアレルギーを起こしやすい食品なので、よく加熱して幼児食期以降に食べさせます。エビにアレルギーのある子は桜エビも要注意です。イカは完全に奥歯が生えてしっかり咀嚼ができるようになってからにしましょう。デザート類。市販のケーキは糖分も油分も多いので幼児期以降に与えましょう。ママが手作りした素朴なケーキは離乳食後期から OK ですよ。チョコレートは甘くて高カロリーで虫歯の原因にもなります。幼児期に与える必要はありません。アイスクリームは糖分が多くお腹が冷えるので、3歳以降にスナック菓子は油分、塩分、糖質が多く含まれているので、小さいうちから食べさせないようにしましょう。基本的に発酵食品を食べさせるのは遅めにしましょう。飲み物。水道水は安全と言われていますが、消毒液なども含まれているので、離乳期は一度沸かしたものを冷まして飲ませます。紅茶や緑茶はカフェインが多く含まれているので、離乳食期は NG です。ジュースや炭酸飲料は糖分が多く含まれて、炭酸飲料の刺激も赤ちゃんには強すぎるので、飲ませる必要はありません。牛乳はアレルギーの心配がなければ、中期以降から
牛乳を加熱して離乳食に使えます。ハム、ソーセージ、かまぼこ、ちくわ、はんぺん、保存料などの食品添加物や塩分が多く含まれているのでできる限り控えましょう。揚げる場合は幼児期以降に。はんぺんはつなぎに卵白が使われているのでアレルギーの子は要注意です。餅、ピーナッツ、こんにゃくゼリー、これらは喉に詰まらせる可能性があります。ピーナッツは1歳過ぎ頃から、餅は1歳半過ぎ頃から、こんにゃくゼリーは3歳以降に。細かく切ってあげましょう。そして食べている間は絶対に子供から目を離さないようにしてくださいね。またピーナッツはアレルギーが出やすいので様子を見ながら食べさせましょう。いかがでしたか？大まかに NG とされている食材を挙げましたが、この他にもまだまだ NG の食材はあります。初めて与える食材は、まあいっかで与えず、一度必ず調べるようにしましょうね。何歳から食べれると書いていても、お子様の成長具合によってはもう少し後の方がいい場合もあります。しっかりお子様の成長を把握し、楽しく食事ができるようにしましょう。この動画がたくさんの方に見ていただけるように、動画の拡散を希望しています。ご協力いただける方は最後にグッドボタンを押していただけたら幸いです。チャンネル登録もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。